イーナコスは、ギリシア神話の神である。アルゴリス地方を流れるイーナコス側の家臣。長母院を省略して、イーナコスとも表記される。ソポクレースは、神話をもとに、悲劇、イーナコスを書いたが散逸した。オーケアノスとテーティウスの子で、姉妹の一柱メリアーとの間に、ポロネウス、アイディアレウスを設けた。しかしゼウスに愛されたイーオーや、ミュケーナイの名の由来になった。 見受けねえ、百眼の巨人アルゴスもまたイーナコスの子と言われる。ヒュギーヌスによれば、イーナコスは、ポローネウスの娘にベイの子アルゴスのコピラントスの、コトリオパースとオレイアスの子で、クサントスと兄弟であり、アルゲーアーとの間に EO を設けたという。しかし、よそでは、オーケアノスの子で、姉妹のアルゲーアーとの間に、ポローネウスを設けたとも述べている。 神話によるとヘーラーとポセイドオーンがアルゴリス地方の領有をめぐって争ったとき、イーナコスはこの地の他の家神ーピーソス、アステリオ,オーンと共にアルゴリスをヘーラーのものと判定した。ポセイドオーンは怒って川を干上がらせたので、夏になるとこれらの川から水が消えてしまうとされる。あるいはポセイドオーンは怒ってこの地を洪水で沈めてしまったのでヘーラーは ポセイドオンに水を引かせるよう頼まなければならなかったとも言う。またイーナコスはこの地の最初の王で自分の名にちなんで川をイーナコス川と名付けヘーラーを採取したともイーナコスはエジプトからの植民者であったとも言われる。イーナコスをイ e 王の父とする説ではイーナコスはキュルノスに命じてイ e 王を探させたがキュルノスは発見できなかったのでカーリア地方の ケロネーソス地方に移住した。またイーナコスはゼウスを求断しようとしたが、イーナコスはゼウスの送ったエディニュスに苦しめられ、ハリアクモーン側に身を投げた。そのため、ハリアクモーン側は、イーナコス側と呼ばれるようになったという。ありがとうございます。